花谷建設工事部1年目の平井俊樹です。学生の頃から建物を見るのが好きで、よく工事現場と作業されている職人さんだったり昔から見るのが好きだったので、建築業に進みたいと考えておりました。建築は学生の頃には勉強はしていたんですけれども、実際物を目にしたことがないので、頭の中では分かっていても現場に来て分からないことも多くて、右も左も分からない状態でしたけれども、現場の上司先輩と職人の方々に丁寧に教えていただいたんで、やっていくことができました。今までは第三者として遠目から見ていた現場ですけれども、いざ自分が建物らしくなっていく姿を間近で見ることができて、やっぱり言葉にならない気持ちになりましたし、やはり0から100まで、何もない状態から完成まで見届けられるというのは、うちの会社の一つのいいところではないかなと思います。信頼関係がなければできない仕事だと僕も思っていますし、将来的には社長になって、お客さんとのその信頼性を一番大切にして、お客さんの望む通りの建物を建てていきたいと思います。社員全員がアットホームな環境で仕事ができるというのは、やっぱり弊社のいいところでもありますし、皆さんが会って喋る機会が多いことによって皆さんとの仲も深まると思いますし、終始皆さん笑っている表情を伺えるので、やっぱりこの会社に入って良かったかなと思います。